ロバート・ノージックは、アメリカ合衆国の哲学者。ハーバード大学哲学教授。コロンビア大学で、哲学者シドニー・モーゲンベッサーに師事士学士号を取得し、その後プリンストン大学大学院では、科学哲学分野において、著名な哲学者であるカール・ヘンペルに師事して博士号を得た。また1963年から1964年まで、フルブライト留学生として、オックスフォード大学にも1年間留学している。政治哲学の分野における著書、アナーキー、国家、ユートピアをもって、リバタリアニズムの代表的思想家として知られる。また、なぜ何もないのではなく、ものがあるのかと題した論文などによって分析的形而上学の開拓者の一人としても有名であり、分析哲学における形而上学の復権に貢献している。それらの論文は、哲学論集、フィロソフィカル・エクスプラネーションズに収録されている。ノージックは、ロシア系ユダヤ人移民の子供として、アメリカ・ニューヨークのブルックリンで生まれた。父親は、ロシアのシュテットルからやってきた、実業家で、コーエンという名前だった。ノージックは最初は、アメリカ社会党の活動家であり、後に、リバタリアニズムに転向した。女性詩人、グアートルード・シュナキンバーグと結婚した。ノージックが胃がんとの長い闘病生活の末、死亡するまで、二人はずっと夫婦であった。死後ノージックは、マサチューセッツ州ケンブリッジにある、マウント・オバーン墓地に埋葬された。なお、同じ日に、フランスの社会学者、ピエール・ブルデューも死亡している。ロバート・ノーザク、ハーバード・ポリティカル・フィロソファー、DS アット63、ニューヨーク・タイムズ、パブリッシュド、ジャニュアリー24、2002。ありがとうございます。